久しぶりに見た感じがしてですね、で演技っていうのをしないところが本当に生の感情を裸にすることができるっていうところが、まあ、生まれつきの女優さんなんだなと思います。それに引っ張られて演技をしない久保田君が演技をできないとは言いません、でも演技をしない久保田君がナチュラルですごくいい芝居をしてくれて、将来昔の高倉健さんを見るようなところがあったんですけれども、まあこれがこびりゃですね、引退ですから、まあ今言ってもしょうがないというところがありますけど、長くなりました、以上です、すみません。二人の面会のシーンで見てると本当思いもよらないこうなんかリアクションがみんな微妙なところであるんですけども、何か触発されたとか、そういう部分っていうのはあるんですか、二人のシーンでは。あれは自然なんですよね、あの演技をつけてるとかではなく自然にやらせていただける監督なんですよね。だからこう思ったことを素直に、表情だったり言葉だったり出していいって初めにおっしゃってもらったので、あれができたんです。そういう中で思いもよらないことがアクリル板の向こうで、ね、思いもよらない言葉が返ってきた時のこの純の気持ちの揺れ方っていうのはすごいものがあって、あ、小野さんすげえなってこっち側で思ってました。やっぱりずっと監督はそれかなり勇気のある演出方法だと思うんですけれども、はい、お二人に任せたようなところがあったんですか。そうですね、勇気をあったとも取れるんですけど、やっぱ映画のことがよく分かってなかったので、自分の目で見ていいって思うことしか、 なんか探せなかったというか、なんか二人が話してて、あ、こいつら嘘ついてるな、演技しようとしてるなと思うと、なんか目の前で見ててなんか全然聞いてこなくて、だからでも撮影監督にはその演出の仕方はこれはすごく正しいって思うって言われたんで、モニターだけ見てよしよし判断するよりも空気が作れてるかどうかを監督はとにかく探ってほしいって、まあ、撮影監督の釘宮さんにも大変なんか助けられて、だから僕もある種彼らと同じ目線で演技に触れられたかなと。で、まあ、とにかくやっぱ2人がどん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 自分たちの中で関係性とまたなんかね、正直さを高めてくれていたので、なんか本当に勉強になりました。それでは最後に江川先生からどんなスピンオフコミックになりそうなんだ、どんな風な感じになりそうなのか、本人が、コミックはこの映画の前にこの2人がどういう青春を送ったのかっていうようなストーリーですね。まあ原作もあるんで、その原作と映画のちょうど中間ぐらいの感じで書かれてます。はい、映画からいろんなものがインスパイアされましたか。そうですね、すごい最後のシーンが一番インスパイアされましたけど、お二人をね、そうですね、はい、でもそういうシーンはあんまり書いてないんで、前のなんかむしろあのシーンをもっと細かく書きたかったんですけどね勝手に書いていいですか。面白いですよね、見たいですよね。いやいや、この作品すごい美しくまとまってるんですけど、俺が書くとちょっとまずいですよ美しくなんかちょっと興奮する方向に行ってしまいます。どうですか、まずいですか。かなりはまずい。もう江川さんは東京大学の中で大好きなんですけれども、どっちかというと男性ファンが多いっていうふうに伺ってるんですけれども、だけど今回は女性に向けて書いてきてるので、綺麗に書いていただきたいだから、まあ、映画のね綺麗な雰囲気を壊さないように、まあ、綺麗に描いてますね、はい、でもあのシーンはぜひ綺麗に描いてください。いや、あのシーンじゃなくてその前のシーンで終わってるんで、あのシーンは描きたいんですけど、ちょっと描けなかったなっていう、ちょっと残念だなっていう、この頭の中だけで描いてますから、映画の DVD 発売の特典ちょっと、そうですね、いや、もう映画完成
話は尽きないようですけども、それではこれからお約束のフォトセッションに入らせていただきます。ちょっとセットを変えます、セットチェンジをしますので、ちょっとそのままお待ちください。そして、今出るだけお急ぎ。はい。